は、こんにちは、こんばんは、はるけです。今回は82プラス選手ピックを引いていきたいなと思います。オーベル82以上のレアゴールド3名のうち1名が獲得できるピックになってます。まあこれでですね、パストローリチーム2ですね、引いていければなと思います。で、今回こちらの82プラスの選手ピックを20ピック作りましたので引いていきます。じゃあそれでは行きましょう。はい、こちら20ピックですね。82プラスの選手ピック3名から1名ということになってます。まあやっぱりパストゥーローリチーム2ノックアウトステージですね。ただまあすでにこうアップグレをされないカードたちもたくさんあるよという風な感じにはなってますので、ぜひアップグレがねあるスペイン、フランス、あとはイングランド、オランダ、ここら辺の選手が欲しいなと思っております。ただハバーツ、ロナウドとかだったら全然ありよという風なことですね。行きましょうか。当たるんかと。まあ久しぶりのピック、どうか。さあどうだ。さあ来たか。赤、これはあかんわ。これはやっぱもうほんとそろそろ家さんね、4名から1名にしてほしい。3名は辛いよ。3名はだいぶ辛い。ほら、ルークショー2回目やもん。ね、選んだろ。逆に。2連続ってことあるかな？信じられません。3ピック目。3ピック目どう？お！来た！来た！来た来た！来た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 ！来たよ来たよ、ロドリゲス来た。彼はね、排出されましたの時に、もうすでにアップグレはないです。だからノックアウトステージとはっていう風に思いました。うん、もうなかった。土曜日の時点でもう多分なかったんちゃうかな、アップグレの可能性は。うん、何なんだっていうこのイベント何っていう感じですよね。さあ、いいよ。でもいいよ、素晴らしい素晴らしいじゃん。あー、ナイス。全員女子、全員女子選手。このワルティもね、初期の頃使ってたよ。ペース80はね、開幕ではでかいから、ありがたいありがたいね。キャシャビー、キャシャビーもね、初期の頃は本当に強かった。さあ5ピック目か、5ピック目ね。はい、どう。まあ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 、今イングランド来てるよ、フランス来てるよ。今多分ダルークショーがおるんで次6ピック目かな。いやでもロドリゲスでかいな、93っていう単純にコーレートがでかいし。メンディ、ルカク、ルカクかな。メンディ、メンディもね、初期の頃はもう最強でした。さあ7ピック目。まあ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 、ちょっとチュアメニ選ぼうか。いやブライトやな、ブライト選ぼう。できればできるだけちょっと今回は高齢とで、これで2でしょ、で5でしょ、次8か。8ピック目です。そろそろ半分に近づいてきてます。8ピック目どうだ。さあ来た。ちょっと怪しくないかこのピック、なんか当たる気配が。87、8、当たりお願いします。さあどうだ。ほら、823がめちゃくちゃ多いよ。ちょっと家さん、来週は4ピックお願いしますね。4名から1名選ばせてください。これで次10ピック目か。これで多分半分です、前半戦最後。ほらー、やっぱ8、まあ4でかいか。これはね、ブラジル、いやブラジル、まあ、ブラジルもポルトガルもちょっと敗退をしてしまったということで、どっち選ぶか迷います。ジュース、アーセナルやな、アーセナル、アーセナルでハバーツあります。さあ残り10ピック後半戦に行きます。まあ前半戦彼でかいよ、ロドリゲス、彼でかい、93やからね、でかいです。ただめちゃくちゃ当たりやすい方の選手なんでね、ぜひ大当たりを欲しい。あかんなー、やっぱ難しいな、ピックってほんまに。あー、来た来た来た。85。グリーリッシュ、イングランドでしょ？イングランドでシティでしょ？
これストーンズでしょうね。ストーンズ、ストーンズ欲しいわ。ストーンズお願いします。さあ残り8。まあ左からやな、左から行こう、左から行こう。これは順序通り行こう。来た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 、マグレス。ウォーカードでかい、ウォーカードでかいぞ。特殊でお願いします。パストゥーグローリー、パストゥーグローリーお願いします。頼む、こんなんで終わったりとか引きたいわ。ノー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 、カステイルス、ノー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 。ただでかいよ、ただでかいよ。84。そう思ったらほんまに最初のルークショー2連続ひどかったな。はい、お願いします。まあ悪ない、悪ない。スペインあるよ、あるよ。フェラントーレスとかどうですか。残り5ピックです。今のところね、スペインとかこうイングランドとかは来てるんですけどね。なかなかフランスはちょっと難しいかなっていう感じですけど、うーん、ストーンズ、フェラントーレスあたりはあるんちゃうかな。ナイスやんか、ナイスやんか、シュラー、ナイス86。さあ残り4ピックです。残り4ピック、いけますか。いけますね、やれそうな感じしてるわ。こっちから行こうかな、逆にちょっと気持ち切り替えて。あか、またおるやん。なんぼほどくんの、どんだけ出やすい。これルークショーピックでしょ、ルークショーピックやぞこれ。勘弁してくれ、勘弁してくれ。ルークショーはもうええよ。これ逆に、逆に真ん中、真ん中行くって手あるな、普通に。ひどいなあ。あ、でもディオゴコスタはこれ大当たりでしょ、これ大当たりでしょ。ディオゴコスタは、ディオゴコスタ選ぼうか。大活躍でした。さあどっち行こう、左か、左やな。いや、いけると思うよ、いけると思うよ、さすがに。ほら来い。じゃあゴンサルベス2連続来てるやん、2連続現象いいし、もうまた82やん。ひどいなこれ。ロカテリやな、ロカテリ選ぼう。ただね、82が2連続で来てるんですけど、やっぱ大当たりの前にはもう外れだらけっていう持論がありますんでね。頼ます、ここで大当たり。ここひどかったからね、ここめちゃめちゃひどかったから、バランス取ってきてくれてるはず。さあラスト82プラス選手ピックです。さあどうだ、さあどうだ。ほら来た、ほらほらほら、これは当たりや。Hopeless.